テオドルス・ファン・ゴッホテオドルス・ファン・ゴッホは、オランダ出身の歌唱。画家フィンセント・ファン・ゴッホの弟、テオの愛称で知られる。フランスで活動したこともあって、名前は、フランス風に、テオドールと呼ばれることもある。1872年頃のテオ。長年フィンセントの写真とされてきたが、後に、テオの写真と判明。現在の北ブラバント州。 アイント方ンから、やや東部にあるズンデルトに生まれる。祖父は、聖職者、フィンセント・ファン・ゴッホ一世。父は、オランダ改革派協会の牧師テオドルス・ファン・ゴッホ一世。母は、ハーグ王室御養成本士の娘アンナ・コルネリア、カルベントゥス。妻は、ヨハンナ・ボンゲル。息子は、エンジニアのフィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホ。映画監督のテオ・ファン・ゴッホは彦である。 画商グーピル商会が経営陣に参加していたに努め、パリのモンマルトル大通り店の経営を任された。親兄弟と確実関係にあったフィンセントの唯一の理解者で兄に生活費を援助するなどして支えた人物であった。1880年以降、テオが経済的に援助し続けたので、フィンセントは海外に専念することが可能になった。 1890年7月29日にフィンセントがパリ郊外のオーシュルワーズにて死去するとその死を悲しんだ。テオ自身はもともと病弱だったが兄の死をきっかけに徐々に衰弱しオランダに帰国した。翌1891年兄の後を追うようにユトとヒトの精神病院で死去した。33歳。妻ヨウはテオの死後、画家。 ヨハン・コーヘーン・ホッス・ハルクと再婚したが、1914年4月、テオの遺骨を、フランスのオーシュル・オアーズにあるフィンセントの墓の隣に、改装し、フィンセントとテオの墓石が並ぶことになった。テオとファンゴッホの墓、テオの肖像長年ファンゴッホの自画像とみなされてきたが、2011年に、テオを描いたものであると判明している。ありがとうございます。